ブスじゃね？やばくね？どうし、え、大丈夫か？なんかさっきまでさ、ずっとさ、なんか可愛い女の子のさ、YouTube ずっと見ててさ、よし、私も撮ろうと思って、なんかカメラ起動したらなんかブス映ってんだけど、何これ。こんにちは、おたけでーす。今日はですね、まあちょっとごめんなさい、今日もすっぴん、寝起きでごめんなさい、すっぴんなんですけれども、元気に、今日も元気にやってまいりたいと思います。今日は何をするかと言いますとですね、オンライン授業を受ける、女子高生、ぼっち女子高生、わたげの一日をお送りしていきたいなと思います。今まで全然オンライン授業とかやってなくて、なんかあったんだけど、その学校のシステムとして、そのオンライン授業もあり、学校にも行っても、まあちょっとなら来てもいいですよ、みたいな、なんかどっちでもいいですよ、みたいなシステムのスタイルだったんですよ、みたいなスタイルだったから、今までそんなになんかオンライン授業、ちょっとめんどくさいなと思って、あんま受けてない。まあ学校にもそんなに行ってないし、オンライン授業も受けてなかったからって今やばいんだけど、なんかちょっとオンライン授業を今日受けてみようかなと思って、準備してる中でちょっと気づいちゃったのが、もうオンライン授業のね、期限みたいなのがもうね、全部終わってまして、配信はしてるんだけど、なんかその動画コンテンツとして、あ、待って、今めっちゃかっこいいことしちゃった。どうしよう。頭良さそうなこと言っちゃった。コンテンツとか言っちゃった。その動画コンテンツとして、配信はしてるんだけど、見ても別に、こっちは何も、受け取りませんよ、みたいな。レポート何も受け取、あ、ママ。もうね、期間が終わっちゃってるんですけど、なので別に受けても何の意味もないんですけど、とりあえず、オンライン女子高生の一日を撮りたくて、撮りたいので、今日は初めてオンライン授業を受けていきたいと思います。イエーイ。みんなもうオンラインじゃないのかな？わかんないんだよね。自粛、云々あってからもう多分3、4ヶ月経ってるのかな？ 3、4ヶ月ぐらい。ママ。今日はオンライン大学生、じゃ大学生じゃなかった。まだ高校生でした。オンライン高校生、わたげの、オンライン高校生の、オンライン高校生で合ってますか？わかんないけど、オンライン、ぼっち女子高生、わたげの、オンラインの一日について、今日は密着していきたいと思います。ということで、朝ごはんいただきます。いや、もう世間一般にはもう夏休みに入ってるじゃないですか。でも私はもう今年は夏休みがないから、私の場合は常日頃が夏休みみたいなもんらだからさ、夏休みがなくなったところで、なんかダメージを受けるわけでもなく、普通に、あ、そうですか、みたいな感じ。逆に、スクーリングが追いつかないから、夏休みが伸びてくれた方が、私的には、ありがたいんですけど、オンライン授業なんてさ、学校に行きたくないさ、ぼっちからしたらすごいさ、いいコンテンツのはずなのにさ、なんで活用しなかったんだろうって今すごい後悔してます。それもまた人生ということ。あー冷たい、あー冷たい、ごめんなさい、投げちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんていうの、配信型？なんか2個あるじゃんか。なんか映像、あ、映像を見る型と配信参加型みたいな、双方メディアと一方メディアみたいなあるじゃないですか。 伝わってるか分かんないけど、映像をただ見てレポート書くよっていうタイプのやつです、私は。だから身なりをどうしようが自由なので、マジで。でも始めたらよくない？始めていきたいと思います。楽しみだな。楽しい、楽しい、なんか楽しいです。あれ、受けてなかった。 ログインだけしないと、ログインだけしないとね。もう固まるのって、すぐそうやって。なんでなんでよ、昨日まで入れてたやんか。これで入れました。私ね、こう見えてめちゃくちゃタイピングが早いことでね、有名なんですよ。だからちょっとね、みんなに見せようと思ったんだけど、ちょっとタイピングする機会がなかったな。待って、こんな書くの？こういうオンライン授業ってさ、めっちゃレポートが大変って聞いてたけど、こんな書かなきゃ書けないのね。え、ちょっと待って、30秒で終わっちゃう。まあ、なん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 
はい、まあそんなこんなでね、無事に授業を見始めることができたんですけれども、ご覧の通りですね、私とても機械音痴でですね、まあだからちょっとオンライン系は敬遠してたっていうのも一つの理由なんですけれども、登録だったりアプリ入れてくださいとか、このアプリでこの授業はこのアプリでもこの授業はこのアプリみたいな、すごいさ、こう機械音痴をさ徹底的に潰してくる、そのなんか強気なスタンス、そういうスタンスにメンタルをやられたみたいなところありますよね。まあ全然やられてはいないんですけど、もうこうなるとただ死んだ顔でグレープフルーツ食べてるだけのやつですけどね、単位を取ってる人の様子ではないですよね。まあ取れてないんですけど、まあ取れてないんですけどね。グレープフルーツを食べ終わってしまったので、今度はアイスを持ってきました。このオンライン授業ってことでね、このオンラインの最大のね、この利点である、誰にも見られてないということを最大限に活かしてやろうと思って、最大限に有意義な単位の取り方をしてやろうと思って、まあ単位は取れてないんですけど、実際にはね。もうこの授業時間でもう食べれるだけ食べたろう思って、大してお腹空いてないのにね、ずっと食べてたらね、もうこの後死ぬほどお腹壊したよねって、めちゃくちゃ壊したよねって、あ、もうこっからね、このアイスを食べながらこの授業の要点をねまとめるこの報告書みたいなのを書きに入りましたね。でもやっぱりね、家だとねすごい集中力がねすぐ切れちゃうね。まあ学校でも集中力はない方なんですけど、すごい歌っちゃってるもん。こんなかけるわけないやろ、1,2,3,4,5,6,7,7。切れるんだか歌うんだかどっちかにしてほしいですね。ちょっと上機嫌なんだか不機嫌なんだか全くわからないですね、これ。めっちゃめんどくさいね、これ。メリットとしては物を食べながらできる、メイクをせずに済む、これぐらいですかね。だってやばくない？レポートの量が鬼だもん。私今ちょっとやったけど4分の1しか埋まんねんだけど、これの労力を取るか、ぼっちでもう学校に行くことの苦を取るかって言ったら後者だもんね。さすがにちょっとこれはもういいや、めんどくせえもん。はい、ということで、私のオンラインな一日でしたけれども、いかがでしたでしょうか。初めてねオンライン授業を受けてみて、なんかこんなめんどくさいんだっていうのね、実感する、かわいい、実感することができました。あんな難しい、めんどくさいなんて思ってなかったから、ほんとめんどくささを実感できる一日となりましたね。あれやるぐらいだったら普通に学校行く。まあ、ぼっちで学校行くのはしんどいけど、学校に行った方がまだ楽かなって思ったので、私はこれからもぼっちですが、学校に行ってまいりたいなと思いました。テスト前にまた気が向いたらやろうかなと思いつつ、まあ多分やんないですけど、はい、ということで今日は見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントとグッドボタンの方よろしく。かわいいね、ほら見て、お手手出てんの、お手手かゆいですね、ごめんなさい、ごめんなさい。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイ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 。